おお。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。ハロー YouTube。こんにちは。この間ですね、患者さんからですね、こんなのいただいたんですよ、これ。すごいでかい骨ガムでしょ、これ。ガムで、これすごい硬いんだよね、これ。硬っ。なのでね、せっかくなんで、この巨大骨ガムをね、秋田犬たちにあげたいと思います。で、スーちゃん、こっちおいで。よしよしよし。これ、こんなでかいのさ、噛んでなくなるまで、どれぐらいかかるんだろうね、これ。この子は本当に噛むの大好きなんで、まあ、もうすごい喜ぶのはね、分かってるんですけど、なのでよかったらね、視聴者の皆さん、この骨ガムをあげるとね、これがなくなるまで何日かかるかね、予想してね、コメント書いてください、よかったら。僕、多分ね、1週間でなくなると思いますね。はい、ということでね、あげようかね。はい、じゃあお座り。はい、ちびちゃんお座り。お座りは。お座り。おーし、いい子だ。人間の言葉がね、わかるもんね。はい、じゃあ欲しいですか。はい、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 はい。ちなみにね、このね、パーカーもいただきました。この秋田犬パーカーね、これ。ほら。かわいいでしょ。マイキュート、秋田犬、チビ&スズ。ちなみにね、この下の T シャツもね、同じ絵柄でございます。はあ、最近のチビのね、抜け毛がすごくてね。どうですか、チビちゃん、おいしいですか？でかすぎて困ってる。おいしいですか？ぷろぷろ舐めて。嬉しいですか、その巨大骨ガム。嬉しいですか。すずさんも。これ、抜け毛がね、最近チビの抜け毛がひどくて、その毛が散らばってるんで、後で片付けるんですけど。すずさん。すずさん、どうですか。骨ガム、美味しいですか。多分、すーちゃんの方が先に食い終わりそうですね。この子の方が噛むの好きだし、噛む力が強いんで。すーさん。すーさん、美味しいですか？まあ、喜んでくださってるみたいでございます。さん、美味しいですか。まあ、ということで骨ガムありがとうございました。ということで皆さん、いってらっしゃい。うわ、よし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 、うわ。